ね、無観客だって。そうですね、でもまあ全然わけわかんない、悲鳴上げる客より 100% やりやすい最高じゃんと思ったけどね。最高じゃんと思ったの、うん、全然全然やりやすいじゃんと思って。それでしかもスタッフでしょ、スタッフだから結構笑いのことも分かってる人だから、うん、ちょっとした、微弱なボケにもザバッと反応してくれるから、うんうん、笑う、盛り上げなきゃいけないしね。いやそうそう、それも悲鳴上げるバカ客の場合は悲鳴上げるバカ客はそんなん分かんないじゃん、笑うところか悲鳴上げるとこしか、うん、2つしかないやつ、はい、だからちょっとこのなんだ、玄人受けするようなとこも拾って笑うっていう意味じゃ、うん、もうあめちゃくちゃやりやすそうだったけどね、あんなもん。確かにやりにくそうではなかったね、うん、ね、だからその客入れしてどういう結果になってたかもわからないよね。はあ、まあ、ルシファーさんはもっと多分滑ってたというかあのバカ客の場合はあれ行った瞬間、まあまあまあ、誰に習ってんだろうね、あの悲鳴上げるってやつ。何なんですかね、あれ確かに。ね、岡田君とかかわいそうだったもんね。そうね。飛ばせて。まあ、あれも危ないよ、あの、スパンスとか出てきた瞬間。いう可能性はあるけどね、あれね、本当に。確かに、でも最近増えましたよね、ああいう悲鳴上げるのって。昔そんな、あれ、うん、なかったですよね、そんなに。ないないない。そうですよね。あれね、そうみたいね、もうなんかいわゆるプロ化してんだよね、観覧客っていうのが。あ、へえ。あの前説行ってもさ、はい、もう出来上がってんじゃん、言っちゃって客、お客様なるほど、お客様を盛り上げるはずの前説、うん、でまあ難しいとか聞いてたけど、やっぱそれってちょっと何年か前の話で、うん、そういう時って多分本当に、応募して応募観覧でやったっつって、はい、一般の人が見に行きたいっつってやってたんだけど、うん、多分今もそんなのがいなくて、もうファンクラブ系が、あ予想だけどね、はいはいはい、こういう例えばジャニーズさんだとか、うん、EXIT さんだとか、はい、EXIT さんのファンクラブないのか、まあまあそういうタレント系の方のファンクラブの方が多分こういうの番組見たいって時にその抱き合わせで、じゃあこの番組の観覧も募集してるんで、これ行ったらこっち優遇されますよみたいなのがあるんじゃないの、いや分かんないけど、もしくは もうちょっとバイト化されてるとか、ああそうか、俺そうだと思うんだよね。だからそうじゃないとちょっと説明つかないぐらいさ、うん、プロ集団じゃんあれ俺らよくわかんないもん、だってさねえ、前説ちょっとやったことある前説で、金スマとかぐらい、そうそうそう、俺らもう金スマしかやってなかったから、はいはい、あれぐらいの前話したけど、そうですよね、あれは金スマはあのプロ の,、はい、あの黒い、あ赤い服を着た、はいはいはい、もう言ったらモデルさんだとかをただ楽しませるっていう、うん、ですよね、はい、じゃなくてまあ普通の番組っていうと一般の人が今緊張しててタレントさん出てきた時に笑いづらいから、その前に若手が出てって拍手の練習、笑う練習だとか慣れさせてから番組が始まりますって目的のはずなのに、びっくりしたな、俺らさんのかなんかの番組で前説、俺らが前説マカスピード高速球さんですで、はい、そう、俺来てんの？いやいやいや、俺らがな、俺らがなんか次本番あるんだっけみたいな、俺らを気持ちよくさせる集団みたいになってても、これを作る仕事なんじゃないの？みたいな、そうそう。できてんできてん。いやもうやんなくていいよこれ。そうっすよね。本当に。だからもうあれはありがたい仕事だよね。前説って今思う。もうなるほど、今の前説は正直多分めちゃくちゃ楽だと思う。そんな難しいもんじゃないよねあれ。いやだってもう出てけばいいの。スターみたいな感じやったらしばらく拍手してるからね。そうでタモさんやったらいいはあ、で、でもまあそっから拍手の練習とか用意してきたものやるのは結構きついけどね。はあ、最初から出来上がってるから。そっか。そうそう、なるほど。筋肉がきつかったから。いやすごいよ。だからもうっていうところではもうって言うようになってるから、あの人ら。やっぱリアクションはしっかり取るようになってるんですよ。悲鳴上げるとこは上げるってことをやってんだろうね。で多分そうそう、他の番組の観覧だとワイプだよね、あ ワイプというかその VTR、うん、
こんな事件がありましたの VTR 系だから、ちゃんとあるじゃん。はい、へえ、ありがとうございます。本当に機械のように合わせていくから、だからそれをネタになるとやっぱり、あの生に鶏肉の生肉とか、あの巨匠の岡野くんが出した時、もうそのノリだから、 VTR 見てるノリだから、そうだね、ほんとそうだね、その客がショーレースに移行してきちゃってる。そうそうそう、なるほど、だからと俺は思うな。じゃ、本当にガチで入れるようにすれば毛並みも変わるとは思うんだけどね。うん、いやそうですよね、テレコンショッピング化してるんだよな。とにかくリアクションを入れ込むっていう、そうそうそう、ことになってるんですね。驚くとこで驚いてくれるしさ。いやいや、うん、だって多分めちゃくちゃいるはずだからね、その現地で見たい人なんて、うん、普段笑いライブ来てる、いやそうっすね、うん、人たちで埋まるとは思うもんね。でも俺観覧募集してんでしょ、一般から、お笑い好きな人、うん、でもまあ数名はいるんだろうけど、やっぱそれだと怖いから保険だよね、うん、おそらくもうプロ集団に何十名かお願いして、うん、集団すごいっすね。観覧のプロが集団な。でそれがいないという今回の R1、 はいはいはい、っていうことで、で優勝が野田さん、野田さんリスターさん、まあ、野田さん面白かったからね。野田さんはあれ何、裸になっちゃいけないって言われてたのかな、なんか、いやどうなんですかね、今回脱いでなかったですね、脱がなかったね。あ、確かに。さあここでマッハスピード剛速球から、お知らせです。毎週木曜日夜8時からYouTube ライブにて渋谷5丁目テレビ YouTube ライブにて生放送で毎週マッハスピード剛速球がレギュラー出てます。出てます。この番組はインフルエンサー、流行を発信する若者たちと、今の流行を楽しんでいくという番組。なぜかマッハスピード剛速球がキャスティングされた。しゃあ、35歳と37歳イエーイ。で今ちょっと収録して生放送撮ってきた、うん、マジやばかった。大丈夫、そんなに全然変な感じじゃなかったそうだから大丈夫ということで、まあ、うん、早く見ないといつまで続くか俺ら使ってもらえるかわからないから。本当だよ。まあ、この MC はコロコロチキンペッパーズとか、ネルソンズとか、ネルソンズとかそういう方